YouTube をご覧の皆様、こんにちは。アトピー専門治療院です。よろしくお願いします。今日は久しぶりに、アトピーの男性の方を紹介します。はい。彼はですね、生まれつきアトピーではないんですけども、4歳の時にネフローゼ症候群っていう腎臓の病気にかかってしまって、でそこから、18歳まで、ステロイドの内服治療をした人です。で18歳の時にネフローゼ症候群が治ったんですけど、不幸にもその後アトピーにかかっちゃった人です。でそこからだいたい8年ぐらいステロイドとプロトピックの治療をしてたんですけど、まあ、彼も気づいたんですね。あ、ステロイドやっててもアトピー治らんということに気づいて脱ステを試みます。でも脱ステしたところでやっぱりアトピーって簡単に治らないんですね。で彼が僕の治療院に来た時にはもうどうしようもない状況だったんですよ。で僕はですね、男性の方と面談する時はもう必ず仕事のことを結構聞きます。やっぱり男性の人って仕事をしてる人が多いですから、肯定反応が出た時に、仕事を辞める覚悟はあるのかとか、まあ、仕事辞めないにしてもちゃんと仕事を休める環境が整っているのかとか、そういうことを聞きます。で彼の場合は不動産営業をしている方なんですけど、まあお客さんから君顔が赤いよねとか言われるようになって、なかなかモチベーションが上がらないようになったんですよね。で仕事にも支障を来すようになったんで、もう彼は休職願い出したんですよ。もう面談した時にはすでに休職願い出してた人なんですね。で僕それ聞いた時に、あ、もう給食願い出したんだと、あ、この人もう本気でやるんだなっていうの分かったんで、一応もう合格にしたんですよ。もう給食願い出してるのに、もうその時点で不合格にするの結構かわいそうじゃないですか、ね、なのでもうこの人本気だなっていうの分かったんで一応合格にしました。で今日、訓練開始して2週間経ちます。でさっき写真見てたんですけど、もう本当に順調っていうぐらい順調ですね。もう結構かき傷があったんですけど、結構それも、ね、改善してました。はい。で、この後彼とちょっとコンサルなんですけども、まあ写真見た感じそんなに肯定反応に苦しんでるっていう感じもしてないし、まあ、本当に順調っていうほど順調なので、いろいろこの後彼にいろいろ聞いてみたいなと思います。はい、それでは彼の生の声を聞いてみてください。どうぞ。河本さん、おはようございます。おはようございます。川本さんじゃなくて河本さんでしたよね。いや、川本です。あ、ごめんなさい、川本さんだ名前間違えた、はい、すいません。おはようございます。川本さん、山口出身でしたよね。あ、そうですね。はい。今気温とかどうなんですか？涼しくなってきたんですか？そうですね、だいぶ涼しくなってきましたね。日中はちょっとまあちょっと暑いかなぐらいなんですけど、はい、夜はだいぶ涼しいですね。大阪もかなり涼しくなってきましたよ。ああ、そうなんですね。はい。っていう話はどうでもよくて、今日朝写真ありがとうございました。ああ、はい、すみません、遅くなりまして。めっちゃ良くなってますやん。そうですね、最初に比べるとやっぱり全然違ってますね。2週間でこんだけ変化出るってやっぱ良かったですね。そうですね、まあ最初に全然考えられないぐらいですね。どうですか、この2週間、結構お風呂とかしんどくないですか？はい、2時間ってやりましたけど。そうですね、もう最初の方はかなりのぼせて、もうお風呂上がった後とかだいぶ動けなかったりしたんですけど、まあ今、まあ、休憩挟みつつお風呂入って、まあ、なんとか2時間以上入ってやってるっていう感じですね。もう慣れました？2時間は。まあまあ多分慣れたのかなって感じですね。まだしんどいですよね、やっぱり2時間っていうのは。まあ正直しんどいですね。あ、そうですよね。だってアトピーの人ってお風呂入ること自体結構抵抗があるので。はい。2時間って結構しんどいんですけど、川本さんよう頑張ってますね。 ありがとうございます。運動どうですか？散歩とか運動はですね、まあ、毎日3キロ以上歩いたりしてますね。あ、いいですね、頑張ってますね。はい、ちょっと僕2週間前の面談の内容がちょっとうろ覚えなんですけど、確か、はい、川本さん不動産の営業の仕事されてて、
あ、はい。で、もう仕事に支障をきたすようになったから、確か休職願い出したって言ってましたっけ？あ、そうですね。はい。今考えたら、休職願い出さなくてもよかったなと思いません？はい、今の状態だったら多分。まあ、今の状態だったらそうですね。はい。あの時ってもう本当にもうどうしようもない状態だったんですよね。はい、もうあの時はどうしようもなかったですよ。もう何も考えられないぐらいだったんで。で、あの時って脱ステの状態ずっと続いてて、何にも、はい、全然治らないからこの訓練にやったって感じでしたよね。あ、そうですね。はい。今どうですか？仕事できそうですか？今の状態だったら。そうですね。まあちょっとまだかゆみ、汗をかいたりしたらかゆみとかまだちょっとあるので、外に出てのあれはちょっと難しいかもしれないですけど、まあオンラインとかだったら大丈夫かなっていう感じですね。そうですよね。まあ今考えたら休職願い出したから、あ、そうだ、はい、この人本気なんだなと思って確か訓練に至ったと思うんですよね。確か面談合格だってなったんですよね、確か。はい、そうでしたよね。まあもうちょっと早かったら多分休職願い出さなくてよかったかもわかんないです。ああ、そうですね、はい、今考えたら。はい、あの写真見たらもうめちゃくちゃ書き傷あるじゃないですか、こう背中とか、はい、もう胸とか。はい、今でもボリボリ書いたりします？今。そう、夜がちょっとまだひどかったりしますね。もう無意識に書いてる感じなんですか？あ、そうですね、首とか顔周りとか結構まだやっぱり書いてますね。日中はどうです？日中はどうですか？日中はまあまあ汗かいた時とかが結構かゆいですけど、まあ、前に比べたらやっぱりまだいい感じにはなってますね。そうですよね。あの、はい、川本さん顔はあんまり出てなかったですよね、前も。そうですね、まあ傷とかなかったですけど、まあ赤くなるのがひどかったので。あ、そうですよね。どっちかというともう、はい、体の方がひどかったですもんね。体はちょっとひどかったですね。はい、僕面談した時に顔がそんなに出てなかったんで、あ、この人そんなにひどくないなと思ったけど、はい、写真見たらすごかったですね、あれ。あ、そうですね、もう寝れなかったりしたので、だいぶ。あれはやばいわ。はい、どうですか、あの2週間でここまで変化が出たので、ちょっと希望の光見えてきたんじゃないですか？そうですね、まあやっぱり前はこうどうしても痒くて運転もできなかったんですけど、今たまに、まあ、運転もするようになって、まあ、やっぱりそうですね、先が見えてきたような感じですね。確か、川本さんの夢が車の運転をしたいって言ってましたよね。はい、そうですね、前が本当に運転がやっぱ怖かったんで、そのかゆみが強かったんで、なので今はそうですね、全然まあ大丈夫かなっていう感じですね。もう夢達成ですか？早いですよ。そうですね、はい。確かね、アトピーの人って、はい、車運転するときに、なんかやっぱり皮膚が粉が落ちるんでね、そのシートにめちゃくちゃかき傷とか、はい、細かい皮膚が落ちるじゃないですか。はい、今でも落ちます？今はあんまりないですね。あ、ないですか。はい、あれアトピーひどいときってもうその運転席とかやばいですもんね。もうそうですね、もう見たくないぐらいで。ですよね。はい、じゃあ今車運転してて後ろとか見れます？そうですね、今は全然大丈夫ですね。もう首とか完璧に回せます？痛くないですか？そうですね、首も前は本当に痛すぎてこうリリリって感じだったんですけど、はい、今は全然まあ大丈夫ですね。運転するときハンドルこう回すのも支障をきたしてたんですか？ああ、そうですね、もう脇の下とかもすごい痛かったので、もう腕伸ばすとかもすごい痛かったので、今はそうですね、前に比べたら全然大丈夫な感じですね。やばいですね、右折左折とか絶対できないですね、そんな。ちょっときつかったですね。事故りますもんね。
そう、そうですね。急な操作がやっぱり怖かったんで。なるほど。よし。まあ、とりあえず車の運転したいって言ってたんで、まあ、はい、ちょっと早いんですけど、車の運転はできたと。ああ、そうですね。まあ、まあ、これ夢達成したとして、ちょっと早いけど、はい、次の夢が確かおしゃれでしたよね、おしゃれ。あ、そうですね。はい。広い服とかがやっぱり血とかがついちゃうんで着れなかったので、はい、まあ今ちょっとまだあの血が出たりするのでまだちょっとあんまり着てはないんですけど、はい、まあこの先やっていけばあの着れるようになってくるのかなと思ってますね。カモさん、まだ先は長いですから、はい、3ヶ月ありますから。あ、そうですね。はい、とりあえず2週間でここまで劇的に変化出たっていうのは結構素晴らしい感じです。はい、あ、そうです。はい。はい。川本さんすごく頑張ってるし、2時間も入ってるし、はい、もう運動もしてるんで、はい。はい、このまま、突き走ってください。あ、はい、わかりました。はい、今のところで何か質問とか不安とかないですか？ですね、まあ、いつかな、この、まあ今が始まって2週間ぐらいだと思うんですけど、まあ、まあ2週間入る前ぐらいからちょっと好転反応なのかあれなんですけど、ちょっとかゆみとかがだいぶひどくなってきて、まあ今もちょっとかゆみ強かったりするんですけど、だいたい他の人とかもこのぐらいの期間でこういう反応が出たりするのかなっていうのが気になってますね。肯定反応出るタイミングはもうほんと人それぞれですね。ああ、そうなんですね。急に1ヶ月経って出る人もいれば、もう翌日から出る人もいるし、ああ、そうなんですね。目やにとか、あの、ブツブツとか、かゆみが強くなったりとか、もう本当に人それぞれなんですよ。はい、ああ、不思議と出ない人もいるし。はい。でも、肯定反応が出たら喜んでくださいね。それ絶対いい反応なので。あ、はい。はい。まだ苦しんでるんですか、肯定反応に。まだ出てます？まだちょっと強いですね、肯定反応が。肯定反応せんない、肯定反応せんないですか？まあでも、前に比べたら全然いい感じだと思いますね。もう前はずっと辛い感じだったので、それに比べたら全然へっちゃらっていう感じですね。わかりました。今、川本さん、僕山口弁喋ったんですけど。はい。仙台。あ、そうなんですか。はい。仙台って山口弁じゃないですか。あ、そうなんです。なんか普通に使うんで、はい、全然違和感なかったので。そうなんですね。はい。仙台って言いますもんね。仙台って普通じゃないんですか？いや、違う。絶対言わないですよ、大阪では。ああ、そうなんですよ、ね。大阪しんどいって言いますもん。ああ、そうですね、確かに。はい。ああ。大阪で仙台って言ったら何それって言われますよ。ああ、そうなんですはい。今、全然違和感なかったですね。あ、本当ですか。わかりました。はい、そうですね、肯定反応はまた今後出る可能性もあります。はい、もう1回だけじゃなくて2回出たり、はい、本当に、肯定反応出て良くなって肯定反応出て良くなってって、はい、その繰り返しがやっぱりあるので、はい、はい、心折れないようにお願いします。あ、分かりました。はい、とりあえず、順調なので、はい、心配はないと思います。はい、はい、じゃあ、川本さん、はい、また2週間後に、またコンサルさせていただきたいんですけど、はい、その時に、治療を継続するかどうかまた決めてください。はい、あ、分かりました。はい、一番最初に言ったように、その治療の継続の決断、卒業する時期の決断っていうのを僕決めるんじゃなくて、川本さんに決めていただくっていう話をしたと思うんで、また、はい、次回のコンサルの1ヶ月ぐらい経った時にまた教えてください。はい、あ、分かりました。はい、ではまた、次回、コンサルお願いいたします。はい、はい、これにてコンサル終了します。はい、よろしくお願いします。失礼します。